にかくどうやって脱出すんのよ。これって待っていれば警備会社の人が来るんじゃないかな。京一郎さん、助けに来ました。琴子さん？ごめんなさい。でも、非常警報が鳴り響いていて、いても立ってもいられなくて、本当にすみません。
よく寝てます。いえ、私の方こそお役に立てて嬉しかったです。
おはようございます、京一郎さん。いらっしゃい。ずいぶんゆっくりだな。そうですか。はい、どうぞ。おお、わかるか。まどかがお前が来るからって作ってたぞ。そうか、3人も女の子を助けたんだもんな。そうかそうか、ようやく家賃もツケも払ってくれるんだな。お気をつけていってらっしゃいませ。一応出ますけど、警察沙汰になっちゃったので見学になっちゃいました。言ったじゃないですか、ご両親は警察沙汰にしたくないって。そのヒーローにもいろいろ請求書やら警察の方から事情聴取の連絡が来てますよ。きっと次回もキリキリ舞い。予告だよ、キリちゃん集合。
誘拐事件の解決お疲れ様。舞子も無事でよかったにゃ。まあ京一郎さんが何もしないでも私が水口グループの力で助けたと思うけどね。これにて第2話舞子応答せよは終了。次の第3話は残りの2つから選んでね。